支えて、はい、中でね、跳躍としてね、顔もね、見にね、はい、と見る人ぞ、マスオテレビ、はい、マスオ TV です。はい、皆さん、今日はですね、こちら実家からお届けしております。まあね、お盆ということでね、実家に帰ってきたんですけど、実はね、ここでご報告が皆さんありまして、僕ね、ずっと前ね、マスオ TV 始めた当初、姉と住んでたのね。皆さんご存知でしょうか。よくね、姉がね、動画の中でね、ちょい役としてね、こうポロって出てきたりしたんですけど、その姉がですね、結婚をいたしまして、家を追い出されて、で、そっからさらに、なんと、その姉が、母親についになりました。おめでとう、お姉ちゃん。10日ほど前にですね、子供がね、無事生まれまして、子供のね、顔もね、見にね、帰ってきたんですけど、で、本当はね、帰ってくる予定なかったんですよ。というのもですね、実はね、昨日姉が一回ね、出産から退院してからまたね、急にね、入院することになりまして、で、それでそのね、子供を面倒見る人のね、手伝いになればと思って僕ね、帰ってきたんです。はい、ということでね、ぜひ皆さん、お姉ちゃんのことも見てやってください。可愛いです。かわいい、かわいい、抱っこすると泣きやむんで、かわいい、ほんとだ、はい、あ、じゃあ抱っこさせていただきます、ね、はい、おっと、首支えてあげて、はい、首支えて、はい、はい、かわいい。あ、なんか今日、昨日ね、実はね、夜中こう、お姉ちゃんが入院してるんで、そのお姉ちゃんの旦那さんと一緒にね、こう、夜ミルクをあげたりとかね、こう面倒見ながらやってたんですけど、その時よりなんかすごい、昨日よりもすでにもう力強い感じがする。ねえ、かわいいっすね。もうね、お姉ちゃんの旦那さんがね、どう、かわいいでしょ、かわいいでしょ、抱っこしてやってっていうね、そういうのがね、昨日からたくさんありましてね、もうね、かわいいね。でもね、あんまり泣かないし、いい子ですよね。ねえ、でもこう、今ね、多分ね、ミルク欲しい時間になってきたと思うんですけど、ほら、指チュパチュパやってるじゃないですか。だからこれがあれなんですよね。そう、ミルクの合図。ミルクの合図ってことで。いやー、かわいい。今ね、撮影してくれてるのはね、長男なんですけど、長男もこうやって最初お父さんになった。なった。なった。そしてまたなる。そして、あ、そうだね。なんと長男の3人目の子供もね、1週間から2週間以内に生まれるんじゃないかということでね、子沢山一家。マスオ家ではあるんですが、僕もね、5人兄弟ですし、はい、ということで、かわいい、はい、ということで、今日はお姉ちゃんの子供抱っこさせていただく動画撮ってきました。この動画がね、いつかこの子が大きくなった時に見てね、びっくりしている様子を想像すると楽しみですね。はい、ということで、皆さんも今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。にーんはい、ということで、以上、マスオ TV でした。バイバーイ。バイバイ。あー。